安楽、マジで終わってる。安楽はレッドデビルスと契約したことを楽天側に事前に何の報告もしなかったのです。対談に際して安楽に目をかけていた森井製紙球団社長は、彼がどうやって社会復帰していくか見守っていきたい、全所属球団としてサポートはしていくと恩情をかけていたのに、その恩人にすら泥を塗った形です。球団幹部、各方面を怒らせるコメント切りを書いただけではない、代理人弁護士を通じて公表したコメントは被害を受けた選手たちを中心にナインの怒りの感情を再び燃え上がらせている。コメント冒頭で当該選手や球団ファンに迷惑をかけたことを詫びてはいるものの、私は当該選手を含め後輩のことが大好きで、決して後輩選手をいじめようと思ってしたことは一度もありませんでしたと綴り、あくまでコミュニケーションの一環だったと釈明したのだ。被害選手の一人は、なぜちゃんと謝れないんだと憤っていました。安楽がいなくなったことでチームの雰囲気は明るくなったとはいえ、一部の選手は傷跡を残したままでいます。そうした中で本気で反省しているとは思えない稚拙な言い逃れ、本当に卑怯だと改めてその人間性を疑う声が上がっています。楽天担当記者、メキシコで活躍して NPB に復帰する、そんな思惑があるとしたらそれもいささか安直が過ぎるようだ。ブレイキングダウン待ったなし、こんな奴に倫理を求めるな。安楽はこれでいいんだよ。そら一方的にクビにされてムカついてるんだろうから報告なんてせんやろ。カードもモバイルもサポート最悪って評判じゃん。クビにされた会社に挨拶せんだろう。あのコメントはヤバかったな、マジでサイコパスだろう。マジかよ、安楽亭もう行くのやめた。良いじゃん、別に擁護してた社長とやらもこれで踏ん切りついたろうとは忘れるだけだ。メキシコで大活躍からマイナーアイクに決まってんだろ、なんで日本に復帰するんだよ。安楽って入団時も一悶着あったような指導者に似るってやつか。ドキュンは謝罪できないのを理解しないと。不義理というのは場合によっては犯罪より重くなる。帰る場所を一つ完全に失うからな。ご視聴ありがとうございました。